中国が例によって領海侵犯を繰り返す。現在の尖閣諸島に何が起きているのか、いつもよりさらに深掘りしてみていきたいと思います。もし石原慎太郎元東京都知事が尖閣諸島を購入していたら、今日の状況は違っていたかもしれません。民主党政権時代の判断ミスが中国の影響を直接受け入れる形となり、問題が複雑化しました。尖閣諸島での中国船の拿捕瞬間を公開した海上保安庁の職員の勇敢な行動も、決して忘れてはならない重要な出来事です。沖縄県知事の選挙を控え、変化が。2024年7月2日から4日にかけて、最大約42時間にわたって、沖縄県尖閣諸島周辺の日本の領海内に、3隻の中国海警局の船舶が侵入しました。海上保安庁からは、今年に入って、通算24度目の領海侵犯と発表されました。今回のケースは、尖閣諸島周辺の日本領海内において、出漁していた日本の民間漁船2隻を追いかけて、中国海警備局の船舶3隻が漁を妨害する目的で領海侵犯を行ったと推理されています。こうした行いが常態化しているのです。中国海警備局の最近のこうした尖閣諸島周辺海域での行動は、4隻1セットで活動していることが多かったため、今回1隻少ない3隻で領海侵犯したというのは、どんな理由があるのかも気になるところです。こうした尖閣諸島周辺の日本領海に、中国海警備局の船舶が侵入を行ったのは、直近では、2024年6月24日以来とされており、今年は、すでに、通算で24度目になっていて、月平均4回、同様の事態を起こしている計算になります。沖縄県の尖閣諸島の周辺海域が管轄エリアである海上保安庁の部署は、沖縄本島に本部がある第11管区海所保安本部ですが、同本部では、引き続き、こうした事態の警戒と監視を続けると表明しています。ここ近年、海上保安庁の活動は、日本国内の大手マスメディアでも、こういった尖閣諸島周海域での中国船舶との対峙のニュースが取り上げられることが多くなりました。海保が、日本の領土防衛の最前線にいるという感じを受ける人も多いようです。そういった海上保安庁を、歴史の上から生い立ちを紐解いてみます。創設されたのは、太平洋戦争敗戦から3年後の1948年、昭和23年に遡ります。アメリカでは、軍隊の一種であるアメリカ合衆国沿岸警備隊 US コーストガードを参考にして設置されました。現在、海上保安庁は、英語での名称は、ジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊と定着していますが、以前からというわけではなく、2000年まで同組織を管轄していた当時の運輸省が変更して以後からとなります。それまでの海上保安庁の英語名称はジャパンマリタイムセーフティーボードあるいはジャパンマリタイムセーフティーエージェンシーとされていて、これがジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊に改められたものです。英語名称改定の理由は、広く国民に海上保安庁の行う業務をわかりやすく理解してもらうことが目的で、同組織のロゴやマークを含めて変更したとためと説明されているようです。世界的標準に合わせたと言うべきでしょうか。さらに、2001年には海上保安庁管轄が運輸省から国土交通省へと変更されたこともあり、以後、同組織の船舶等には、すべてジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊の表記が施されるようになりました。日本における海上保安庁のあり方は、法治国家の原則に鑑みて、海上保安庁法によって規定されています。その第一条において、活動領域は、自国の領海、接続水域、排他的経済水域、及び、日本とアメリカの SAR 協定に基づいた捜索救助区域と考えられています。しかし現在は、実際の海上保安庁法第一条では、海上保安庁の活動範囲は、海上という非常にアバウトな文言が記述されているのみです。日本を取り巻く沿岸部のみに限定せず、必要に応じて世界中で活動することが想定されていると言えましょう。ただし、
海上保安庁が1948年に設立された際、県の第一条は、活動範囲を、港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域と記述とされていたものですが、以後の情勢変化から、現在の表記に改定されたと経緯がありました。一例としては、大型巡視船として、1992年、平成4年に就役した際には、世界で最大規模を誇った直島に課せられた任務とも関わっていて、当時の日本の原子力発電施策を円滑に進める意図がありました。当時、日本は、自国内の原子力発電所で発生した使用済み核燃料を、イギリス及びフランスが運営する再処理工場に送り、そこで、プルトニウムと放射性廃棄物に分離し、保管する体制をとっていました。この状況から見ると、日本では、原発の稼働継続イコールプルトニウムと放射性廃棄物の増加という状態でした。なので、プルトニウムを再度燃料として使用するプルサーマル方式の発電を行うことにしたのです。そのため、日本へプルトニウムを輸送する必要が生じたわけです。ということは、核兵器の材料となり得るプルトニウムを外敵から守る手段を講じる必要が生じました。まず、イギリスからのプルトニウムの輸送のため、同国の貨物船に武装要員を同乗させました。続くフランスからのプルトニウムの輸送には、日本のハレシン丸が従事しましたが、この艦船には、64式小銃を装備した海上保安官が同乗した上に、さらに、フランスやアメリカの海軍艦艇が護衛任務につけられたのです。2011年、平成23年3月11日の大災害による原発事故を目の当たりにすると、そこまでして原発が必要なのかとも思いますけどね。こうした流れから、以後は、日本独自でプルトニウム輸送を護衛する船舶を用意することが検討され、海上保安庁がその任に当たることになりました。ヨーロッパから日本までおよそ2万海里もありますが、保安上の理由から、無寄港で航行可能な船舶が求められたのです。そこで、目的離港のために建造されたのが大型巡視船の敷島でした。総トン数7175トン、全長 150.0 メートル、全幅 16.5 メートル、深さ 9.0 メートルのサイズで、就役時には世界最大の巡視船でした。敷島は、機関部には4機のディーゼルエンジンを搭載し、最大速力25ノット、航続距離18ノット、巡航で必要な2万海里を確保し、乗組員は110名と航空要員を別に30名を収容、回転翼機2機も運用できました。兵装としては、90口径 35mm の連装機銃を2機、20mm バルカン砲2機を搭載、海上保安庁の巡視船としては、2024年の現在でも、最も重武装な巡視船であると、言えるクラスのものだそうです。こうして建造された巡視船敷島は、就役年の1992年11月、計画通りに、フランスからプルトニウムを輸送した暁丸の護衛任務に従事しましたが、それ以後はプルトニウム輸送が中止されたので、通常の巡視船として運用されることになりました。この初代巡視船敷島は、2024年4月には、老朽化のため退役しています。当初は、改修工事をして、就役年数を伸ばすことも検討されたのですが、32年に及ぶ就役期間を終えました。こうした海上保安庁の巡視船が対峙しているのが中国海警局ですが、同組織は、2018年に組織再編を経て、準軍事組織である武装警察管轄下に入ったため、事実上、中国の第二海軍と言うべき位置づけに変化しました。2012年、日本政府が尖閣諸島を国有化した時点では、保有船舶の総数は、海上保安庁がおよそ50隻、中国海警備局がおよそ40隻で日本側がリードしていましたが、今や完全に逆転されてしまいました。2024年時点では、海上保安庁保有の船舶総数は約70隻ですが、中国海警備局船舶の総数は、実に160隻に迫るくらいに増強されていて、この12年間で4倍になったと見られています。ただし、
日本にとって幸いなのは、中国は尖閣諸島を含む東シナ海だけでなく、南シナ海でも複数の周辺国と軋轢を強めているので、中国海警局の全船舶が日本に向けられたものではないという点でしょう。いずれにせよ、中国が海警局の船舶数をはじめとして体制強化を進めているので、日本側も海上保安庁の船舶数を増さざるを得ません。人員をはじめ、多くのリソース拡充に予算増を強いられる状況に陥っているというのが政府の見方です。計画中止となったイージス・アショアの代わりに、イージスシステムを搭載した艦船の建造が開始されています。さらに、スパイ7レーダーシステムのデモンストレーションが行われ、その革新的な能力が実証されたという報告をキャッチしました。今後の展望として、海上自衛隊は、この新型イージスシステムスパイ7を装備する計画があることから、その性能詳細に注目します。今回詳しく見ていきますね。また、防衛予算は GDP の 2% に相当するまで増加予定で、中国の軍事的圧力に対抗するために、長距離攻撃兵器の導入を1年前倒しで進める方針です。これにより、日本の防衛戦略の次の一手が注目されています。2024年現在の日本は、今の自国を取り巻く安全保障環境を太平洋戦争後の79年の中でも最も悪化した厳しい時期にあると判断しており、昨年2023年度分から防衛予算案の総額を段階的に引き上げていく方針を打ち出している。2021年10月に発足した現岸田政権は、そうした背景を受けて2023年度から2027年度までの5年間の防衛予算の総額をおよそ43兆円とする施策を進め、これは対 GDP 比で最終的に 2% を超過するものとなる。こうした岸田政権による防衛予算の増額は、勝手長期政権を維持した故、安倍晋三氏の政権においても無視得なかったものであり、単純に比較することは難しいが、国際情勢の変化が日本の世論の変化を後押しした結果とも言えるだろう。日本の周囲を取り巻く安全保障環境の悪化とは、核開発や各種のミサイル開発を止める気配など微塵もない北朝鮮や、言うまでもなく、2000年以降に急激な勢いで軍拡を推し進める中国の脅威が高まったことに起因している。すでに日本の最大の仮想敵国が中国となって久しいが、2022年2月のウクライナへの軍事侵攻以降は、ロシアも北方領土方面をはじめ日本への威嚇行動を強めており、こうした敵対する隣国の動きが活発化していることは間違いない。そのような中で、防衛予算の大幅な増額へと舵を切った日本では、これまで保有してこなかった長距離打撃兵器を反撃能力と表現して整備していく方向にあり、それらをまとめてスタンドオフミサイルと呼称している。スタンドオフミサイルの大まかな定義は、敵の防空兵器の射程圏外から、攻撃が可能なミサイルのことを指しており、自軍のそれらのミサイルの発射母体を危険にさらすことなく、敵軍の標的を排除するものと説明されている。日本が保有をすべく、開発や調達を進めているスタンドオフミサイルの代表例としては、国産の1式地対艦誘導弾の能力向上型や、島嶼防衛用の高速滑空弾が挙げられ、また、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルも、これに該当する。
これら国産の人認識地対艦誘導弾の能力向上型や島嶼防衛用の高速滑空弾、そしてトマホーク巡航ミサイルに共通している要素は、対艦攻撃に止まらず対地攻撃も長距離から担い得る点であり、この点において従来の兵装と一線を画している。しかし政治的に見れば、射程距離がおよそ 1000km を超えるこれらのスタンドオフミサイルは、左派を中心とする勢力からは自衛隊が憲法上で保有を禁じられている攻撃的な兵器に当たるとして折につけ、今の政府の方針を非難している。日本の伝統的ともいえる左派の代表として、今も根強く一定数の支持基盤を有する日本共産党などの考えは、その機関紙である赤旗の紙面上の主張にて、当然これらのスタンドオフミサイルの保有を激しく非難している。かつての東西冷戦時代は、長距離攻撃が可能な兵装は敵基地攻撃能力と呼称されてきた経緯があり、そのいかにも攻撃的な名称は国民にマイナスの印象を与えかねないと判断されたのか、今の日本政府はこれを反撃能力と呼び換えることで批判の矛先をかわそうとしているようだ。個人的にはそのような政治的な対応が理にかなったものであるのか否かの判断はつかないが、これだけ尖閣諸島周辺における中国の圧力の増加や、台湾に対する同国の武力による恫喝を目の当たりにすると、その必要性は論じるまでもないとは感じてしまう。そのそも兵器自体を攻撃的なものか防御的なものかに線引きすること自体が今や困難であり、敵から攻められないように事前に対処方法として長距離打撃兵器を準備していかなければ、攻撃を受ける可能性は格段に高まることは想像に難くない気がする。そうした今の日本が置かれた安全保障上の厳しい状況を打破する一策として、先に挙げた各種のスタンドオフミサイル類を多数搭載しようというコンセプトのもと建造が行われようとしているのがイージスシステム搭載艦であろう。イージスシステム搭載艦は2020年6月まで秋田県と山口県の2カ所に設置が予定され、日本の今後のミサイル防衛を支える切り札とめされていた陸上配備型のイージスアショアに変えて2隻が建造されることとなった艦艇である。イージスアショアは秋田県と山口県の2カ所の陸上自衛隊の管轄下の地に設置することで、日本全国を365日24時間体制でミサイル防衛を可能とすることが期待されていたのだが、装備する迎撃弾である SM-3 の問題から導入が中止された。これは飛来する敵の弾道弾を迎撃する SM-3 には発射後に加速をするためにブースターが取り付けられているのだが、打ち出され役割を終え不要となったブースターを切り離すにあたり、その落下位置を制御することが困難という理由であった。この当時の報道によれば、イージスアショアから発射される SM-3 のブースターの落下位置を確実に制御するには、使用されるソフトウェアへの改修が必須であり、その費用と開発に要する時間的な余裕がないと判断された形とされた。乱暴な素人考えでは、落下してくるブースター部分に対し、近隣に迎撃用の機関砲や小型のミサイル等を配備することで、危険性を低減させることも考えられたのではないとも思うのだが、まあ現実には難しいのだろう。イージスアショアは、そもそも、イージス艦に搭載されている SM-3 発射用の VLS 垂直発射艦と、敵目標を探知し追尾するレーダーを陸上に設置するように改めたもので、その意味では、新技術が用いられたものとは言えない。この時、イージスアショア用に用意されたレーダーが、ロッキード・マーティン社が開発したフェーズドアレイレーダーのスパイ7であり、2018年7月には、時の日本政府は、これを2機購入することを決定した。イージスアショアの導入中止が確定した後も、すでに発注していた、このロッキード・マーティン社製のフェーズドアレイレーダーのスパイ7を、キャンセルするには違約金が生じるとも言われ、代替するイージスシステム搭載艦でも、その流用が行われる。この点に関し、日本の一部の軍事関係者からは、イージス艦の代名詞たるアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の最新のバージョンにあたるフライト3では、レイセオン社製のスパイ6が採用されたことを受けた批判が見受けられた。
いわくアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の最新バージョンである、フライト3のレーダーに、レイセオン社製の AN-SPY-6 が選ばれたということは、以後の海上自衛隊のイージス艦も、それに準じる可能性が高く、イージスシステム搭載艦との連携が危ぶまれるとする指摘だった。しかし、フライト3以前のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦のレーダーは、スパイ7と同様に、ロッキード・マーチン社製の AN-SPY-1 系統のものであり、日本の現行の8隻のイージス護衛艦もそれらを装備している。そのため、ロッキード・マーティン社製のスパイ7と、レイセオン社製の AN-SPY-6 とは、性能面でもほど同等だとアメリカでも評価されている上、当のアメリカ海軍でも両者を併用して使用していくことに異論は見られていない。すでに、2022年頭に、ロッキード・マーティン社は、スパイ7が、イージス武器システムの BLJ-7B と連動したテストにおいて、SM-3 のブロック 2A を用いて、敵の弾道弾との交戦能力が実証されたとのコメントを発している。日本でのイージスシステム搭載艦の建造も、一番艦が、三菱重工業者社によって、今年2024年中には寄港される予定となっており、進水は、2026年、収益が2027年止めされているため、並行して、スパイ7の最終的なテストの完了も伝えられるのだろう。2024年7月25日、陸上自衛隊の森下康臣陸上幕僚長は、小笠原諸島の離島である南鳥島へ、人に、意識地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画が進行中との発表をキャッチしました。今回は、防衛省が、南鳥島に地対艦ミサイル射撃場を設置するという、注目すべき動きについて深掘りします。アメリカやオーストラリアなどの海外でしか行えなかった、これらミサイルの国内での射撃訓練が可能に。これはやばいね。2024年7月25日、陸上自衛隊の指揮官である森下幕僚長は、この日開催された記者会見の席上において、行政区分上では、東京都の小笠原村に属する、小笠原諸島の離島である南鳥島に新たな射撃場を整備することを報告した。小笠原諸島の離島である南鳥島は日本本土の本州からはおよそ 1800km ほど離れた場所に位置し、地理的には日本の最東端にあたり、現在は民間人の居住者がない上、基本入れ島すること自体が禁止されている。そのため、現時点で南鳥島には海上自衛隊の基地が置かれ、同隊員が配置されているほか、国土交通省の関東地方整備局及び気象庁の職員が少数常駐を行っており、国の機関が目的に応じた職務を遂行している状態である。南鳥島は、一つの型がおよそ 2km ほどで構成された三角形型をしており、総面積は 1.51 平方km、標高は、最大でも9メートルしかない平坦な地形の島で、島には医療設備、体制もなく、かなか過酷な環境と言えるだろう。南鳥島へのアクセスは、全長1372メートルほどの滑走路が1本あり、ここに離発着させる航空機と、南部にある波止場に船舶が出入りできるのみで、前述した海上自衛隊や国土交通省の人員の交代等も、基本的には航空機を介して行われている。そこで、海上自衛隊や国土交通省の人員の交代時には、航空自衛隊の C-130H 輸送機が、これらの常駐者の島での生活に必要な物資の運搬には、海上自衛隊の C-130 ラウンド輸送機が用いられており、
先に挙げた1372メートルほどの滑走路が生命線となっている。今回、陸上自衛隊の森下幕僚長が報告した内容によれば、南鳥島には、現在、陸上自衛隊が配備を行っている人に、意識地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画となっており、同兵器の有効射程は 200km 弱と推定されてきた。しかし、日本国内に存在している従来の射撃場は、最大でも 40km ほどの規模のものであったため、現行の人に、意識地対艦誘導弾の射撃訓練は、アメリカやオーストラリアといった海外の演習場に出向いて行ってきた経緯がある。人に、意識地対艦誘導弾は、その名称が示す通り、2012年から陸上自衛隊での調達が開始された兵器であるが、本体である誘導弾の発射筒を、装輪式車両の後部に搭載、他のレーダーや射撃管制に必要な機材等も、トラックの荷台に搭載する形式の地対艦ミサイルシステムだ。現在、陸上自衛隊における人に意識地対艦誘導弾は、その運用の教育を目的とした富士共同弾以外は、西部方面隊の第2特科弾の第5地対艦ミサイル連隊、熊本の県軍駐屯地、第7地対艦ミサイル連隊、沖縄本島の活連分たむろ地に配備されている。第7地対艦ミサイル連隊は、他にも、第1地対艦ミサイル中隊、鹿児島県の奄美大島の瀬戸内分たむろ地、第2地対艦ミサイル中隊、沖縄県の宮古島駐屯地、第3地対艦ミサイル中隊、沖縄県の石垣駐屯地等で、南西諸島の島々に分散配備が進められている。こうした人に、意識地対艦誘導弾の配備が、現在、南西諸島方面に対して集中的に行われている理由は、言うまでもなく、中国の軍事力の増大に伴い、その海軍力の圧力の増大に対処するためのもので、残念ながら、その必要性は年々高まり続けている。それは、内容はともかく、艦艇数で言えば、中国海軍は、アメリカ海軍をすでに凌駕する数の総数で、400隻以上の戦力を保有するに至っており、今なお、その増加の速度を鈍化させることなく、東シナ海、南シナ海は、言うに及ばす、西太平洋方面にまで進出する勢いである。こうした中国海軍の艦艇数の著しい増強に対処すべく、日本は南西諸島方面へとそれらが接近することを阻む目的で、人に意識地対艦誘導弾の配備を進めてきたが、その運用とネリ度の確保が担保されているかといえば、甚だ心もとないと言わざるを得ない。というもの人に、意識地対艦誘導弾の射撃訓練は、前述したように、これまでは、日本国内でそれを行い得る射撃場が存在していなかったため、アメリカやオーストラリアに出向いて実施していたものの、その総数は、わずかに、これまでの合計で6回ほどだったことを陸上自衛隊は認めている。この人に、意識地対艦誘導弾の射撃訓練回数の少なさは、もちろん、アメリカやオーストラリアといった受け入れ国側の都合にも左右されるとは思うが、その最大の理由は、陸上自衛隊員及び必要となる装備一式の輸送には、膨大なコストと時間が必要になるゆえであろう。そのため、今回、防衛省が、小笠原諸島の南鳥島に、人に、意識地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画を打ち出した背景には、コストを抑えつつ、これらを運用する陸上自衛隊の当該部隊の練り度の向上を図り、中国による南西諸島方面への圧力に対抗する意図が感じられる。行政区分上で南鳥島を管轄している東京都の小笠原村に対して、防衛省側は、すでに、昨年2023年8月には、人に、意識地対艦誘導弾の射撃場を整備する計画を説明したとされており、今年2024年に再選を果たした小池東京都知事も、こうした防衛関係の事案は、国の戦艦事項であるとして、容認の意向を表明している。加えて、小池東京都知事は、人に、意識地対艦誘導弾の射撃場を南鳥島に整備する計画について、国が当事者である小笠原村の理解を得るべく配慮してほしいとのコメントを発しているが、沖縄県知事などと異なり、この点においては常識的な対応を行っていると言えるのではないだろうか。また、
当事者である小笠原村からは、人に意識地対艦誘導弾の射撃場を南鳥島に整備する計画について、日本が置かれた悪化する一途の現状の安全保障環境において、その必要性を認めつつ、射撃訓練時に誘導弾が放たれる方向等には検討を願うと表明している。こうした南鳥島の行政上の管轄者たる東京都、そして小笠原村共に細かな部分での配慮を国、防衛省サイドに求める意向はあるものの、総じて今の日本の安全保障環境を考慮した場合、その計画を受け入れてくれていることは、同じ国民として感謝の意しか浮かばない。防衛省側の想定によれば、計画通りに人に意識地対艦誘導弾の射撃場を南鳥島に整備した場合、同じ小笠原諸島に属し、南鳥島からはおよそ 1200km ほど離れた位置にある有人島の父島、母島方面の西方海上に向けて射撃訓練を実施すると説明されている。前述したように、現行の人に意識地対艦誘導の射程距離は最大でもおよそ 200km 弱と推定されているため、父島、母島までは十分に安全な距離が保たれている状態であるが、現在後開発中の人に意識地対艦誘導弾の能力向上型では留意が必要となる。現在開発中の人に意識地対艦誘導弾の能力向上型では、まず第一段階として、その射程距離を少なくとも 900km ほどまで延伸させることが予期されており、最終的な第二段階では、これが同 1500km ほどにまで達する可能性がある。こうした人に意識地対艦誘導弾の能力向上型における大幅な射程距離の延伸を鑑みて、南鳥島を管轄する小笠原村では、射撃訓練時に誘導弾が放たれる方向に検討をお願いしたいと国、防衛省側に対する意向を打ち出している状態だと言えよう。小笠原村からのこうした要望について、少なくとも今の時点では防衛省側は正式な回答を行ったという報告は確認できていないが、今後何らかの形で射撃訓練時の安全性の担保について追加で説明するコメントが発せられるのかもしれない。人に意識地対艦誘導弾の能力向上型は、従来の陸上配備型、自発型に加えて、艦艇から運用する型、艦発型、航空機から運用する型、空発型へと発射母体を複層化し、標的も対艦攻撃のみでなく、対地攻撃も視野に入れた展開が予想されている。加えて、防衛省側では、こうした人に意識地対艦誘導弾の能力向上型に止まらず、当初防衛用の高速滑空弾等の実用化も進めており、今後南鳥島に射撃場が完成した際には、それらの新型兵器の射撃訓練も行われることとなるのだろう。